どうも、ワニです。熱帯クラブ代表の工藤です。はい、今回はまたちょっと熱帯クラブさんの、今日はブリーズルームの方にお邪魔させていただいてるんですけども、普段出ていただいてるあの店長の高橋さんではなくて、もう社長の工藤さんに、今日はちょっとあのご案内していただいておりまして、今このブリーズルームでフェレットがたくさん生まれてるっていうことなんですよね。うん、はい、そうですね。あの日本でこういう商業的にブリーディングしてるっていうのは多分初だと思うんですよ、ね、初、はい、じゃあ日本で初めてちょっとフェレットの赤ちゃんをここでね、うん、あの見させていただけるということで、はい、いろいろと見ていきたいなと思います。はい、よろしくお願いしま す。あ、この子たちが熱帯クラブさんで生まれてるフェレットの赤ちゃんたちですか。うん、はい、これでねもう1ヶ月半ぐらい経ってますね。あ、ちっちゃくてかわいい。もう少しで店頭デビューができる感じですね。あ、そうなんですね。1ヶ月半でこのうわすごい甘えてるうわめちゃめちゃちっちゃくて可愛いですね。そうですね、これで 300g から 400g ぐらい。あ、うん、大人のフレットだとどれぐらいあるんですか。大人ですとメスが1キロいかないぐらいで、オスが 1.5 ぐらいですね。あ、まだ大人の3分の1ぐらいの大きさしかないんですね。だいたい半年から10ヶ月ぐらいかけて大人の大きさになってきますね。アルビノの子なんかも生まれてるんですね。そうですね、アルビノじゃないお母さんからもアルビノが普通に出てくるんでね。あ、みんな結構そのアルビノの遺伝子をじゃ持ってるんですね。うんうん、いろんなカラーの、ね、遺伝子がありますよね。へえ。基本的にはこのセーブルっていうね、はい、あの黒い感じの、一般的な泥棒みたいなね、マスでしたこれが一般の色ですけどね、基本の色ですね。この子たちはもっとちっちゃいですね。そうですね、さっきの子たちよりも1週間後に生まれた子ですね。あ、1週間であれだけ成長するってことですね、逆に言うとね。あ、そうですね、うん、うわもっとちっちゃくてかわいい。これフルアダルトのラットよりもちっちゃいんじゃないかってぐらいの大きさですね目がねまだ完全にパッチリしてないところがかわいい。かわいいですね、うん、目がパッチリ しきれてないっていう、ね、あ、そうですね、まだなんかちょっと眠そうな顔というか、うん、いい、かわいい。うわちっちゃい。この子たちは生まれてどれぐらいなんですか。5日前ですね。5日前、うん、ほんともうピンクマウスじゃないけどピンクフェレットっていう感じで、うん、そうですね、ちょっとね毛が生えた、だこれだとまだどういう色になるかがねまだわからない、ね、うん、まだ全然目も開いてない、うん、不思議な生き物だなだからこの映像が多分出るのは、はい、多分日本初なぐらいですね。あ、そっか、日本で全然繁殖されてないから、うん、赤ちゃんがこんな風に生まれますっていう写真は時々ありますよね、うんうん、これが日本初かもしれないフェレットの赤ちゃんの動画です、うん、みんなで固まってじっとしてるんですね。今特別にお母さんに解いていただいていただいてるというか解いてもらってるけども、これもね人間が素手で触ったりとかするとやっぱり人間の匂いが移って、お母さんが育児放棄ですとか、あ、そういうことがありえるので、はい、今慎重に撮影にね臨んでますもらってますよね。毛が生えてないとなんか耳がすごいリアルですね人間の耳みたいな感じで、こんな感じなんだ。これねフェレットとは思えないですね。貴重な映像です。この寝顔かわいい。この段階でね目が黒いなっていうところだけはね、はあはあ、ちょっとわかるけど。ああ、そっか、アルビノじゃないってことですね、うん、あ、ちょっと泣いてる。これフェレットのその 99% が輸入で、うん、日本でブリードされてなかったっていうのは何か理由があるんですか。基本的にあのペットのフェレットが不妊去勢をされて輸入されてたんですよね、はい、うん、だからこう増やしたくても増やせなかったっていうところがありますよね。なるほど、うん、これネッテクラブさん、うん、なんでそのフェレットの繁殖をしようと思われたんですか。まあ、ずっとねフェレットを、まあ、繁殖したいなとは思ってたんですけども、そういうエビデンスという文献もなかったですし、はい、今までこのブームというものから、はい、それが根付くと文化になっていかなきゃいけないと思うんだけども、うちの会社でももう25年フェレットをやってるんですが、はい、それが国内で供給できるというものがなかったんだよね、はい、うん、であのやっぱりブームで終わらずに文化にするためにはやっぱりその供給元としての責任もあるかなと思って、はい、輸入に頼ってると結局輸入が止まるとそれが終わってしまうと、うん、
そうですね、なんかいろんな、ね、病気とか、まあ、国同士の関係とかでもいろんな事情で輸入が止まる可能性ありますもんね。今でもあったのは例えばプレーリードッグとかね、すごいめちゃめちゃ懐くし、良かったんですけども、まあ、あのペストが媒体するっていうことで、急に輸入が止まって、そうするともう一切日本に入ってこなくなっちゃったんだよね。そういうことがね、フェレットはこれだけ文化として根付いて、フェレット文化が日本で根付いてきたのに、それが止まるっていうのはちょっともったいないなと。そうですね、じゃあフェレット長年扱われてきたショップとして、供給元としてこのフェレットという文化を絶やさないためにっていうところなんですかね。そうですね、あの大義で言うとそういう感じですよね。そうですね、こんな可愛い生き物が飼えなくなっちゃったら悲しいですもんね。この子がお父さんですか。まだ未来のお父さん候補だよね。あ、そうなんですね、去勢されてないオス、ということで、これ立派なもね、金玉が、はい、見えてますけど、これ普通その販売されてるフェレットとかだと金玉はないってことですよね。貴重な。そしてまた発情するとこれが何倍、3倍ぐらい大きくなっちゃうから。倍ぐらいになります。そうなんですね、これめったに見れない玉ってことですね。そうですね、貴重な金玉です。ただこういうオスだったら去勢、オスは避妊、そして臭腺という匂い袋っていうものを、取ったものがペットとして流通ですから、まあ、これも今ワニさんがちょっと匂いがね、かぐわしい匂いが多少すると思うんだけども、そうです、なんか普通のフェレットよりだいぶしますね。あの車で運ぶとね、よくわかるんですが、10匹20匹いるフェレット、ペット用のフェレットよりは、この1匹の方が匂いますね。あ、そうなんです、そんなに違うんですね。やっぱりそれだけの産の体臭とかそういうフェロモンがあることで発情とかそういったことにも関係する。あ、なるほどなるほど、ね、臭いほど異性として魅力的なのかもしれないですね。人間には臭いんですよ、フェレットのメスにとってはあ、なんかキムタクっていうのかな。キムタクだとおじさんすぎるの。横浜流星とかいう感じの匂いを出すっていうことですね。ですかね、でも心なしかちょっとガタイもいいですかね。そうですね、やっぱり大きさもありますね。こっちの子は今回実際に繁殖行われてる子たちの、さっき見ていただいた赤ちゃんのお父さん、あー、やっぱなんか膨らみがね、ついてますね。これは 3,4 倍になるのか。お、これお母さんですか。お母さんです。すごい乳首が出てますね。これ普段こんなに乳首って出ないですよね。そうですね。おー、こっちはすごい出てる。この赤ちゃんが生まれてるとこんな感じになるんですか。そうですね、おっぱいあげてるところです。こうやってね、あの、一頭一頭に名前もつけてますし、発情の日とか、交配した日とか、それも全部管理をしてるんですね。でも出産予定日とかも、そうですね、分かるんですね、でこの辺がやっぱり犬猫に近いような管理になるのかな。で実際こう、あの、お腹に妊娠したかどうかっていう、こうエコーでね、検査をしたりとか、それはやはりまだ日本初というところもあるので、なかなかそういうエビデンスというか研究資料がないのでね、こういうのをあの自分のところで一から作ってる感じですね。でこれも獣医さんのところに連れてって、エコーの写真撮って、そうですね。どうですか、これフェレットの繁殖って結構難しいんですか。そうですね、さっきもあったように、匂いの問題とかね、その繁殖するまでの飼ってるのも難しいですし、交尾する時も非常にこう激しくて、普通の人が見てたらちょっとかわいそうかなと思うような交尾の仕方だったり、そうなんですね、普通の個人の人がやっぱり繁殖っていうのは難しいでしょうね。しかもそもそもあれですもんね、その去勢されてる子しか流通しないから親が手に入らないんですよね。そうですね。今熱帯クラブさんの方ではどれぐらいフェレットを繁殖成功されてるんですか。今もう100匹ぐらいですね。で今後ももっと。そうですね、まあ、今までが、年間でそのさっきの輸入が 99% っていうことですけども、だいたい1万頭ぐらいがこれ年間でね、輸入されてたんですが、それがどんどん減ってるので、まあ、それに匹敵するような形を作らないと今のフェレットの需要に賄えないと。ですから今はまだ熱帯クラブとフェレットワールドでのデビューしかないんですけども、まあ、今後ね、あのそういうのを扱いたいっていうショップさんにもあの展開していきたいなっていう計画ですね。なるほど、ほんでもう流通が止まってもフェレットが供給できるような、フェレット文化を支えたいという感じなんですかね。
これ輸入のフェレットと国内繁殖のフェレットで何か違いとかってあったりするんですかね。大きく違いはないように思うんですけども、やっぱり海外 の, その大規模ファームっていうね、ところだと、まあ工場的工場みたいな形で繁殖してると思うので、ここでやってるのはこういうあのスタッフが手間暇かけてやってるので、もう赤ちゃんの時から人慣れしてますから、よくねフェレットがこの噛み癖とか甘がみがって言いますけども、もう赤ちゃんの時からこういう形なので、あの人間に対しての恐怖感がないから噛んでくるとかっていうことももうないと思いますね。あ、非常にここら辺の方がまあ慣れやすい可能性があるっていう感じですかね。そうですね。でもやっぱ赤ちゃんの頃からその国内のフードで育ててるんですか。うん、そうですね。国産で作ってるフェレットフードで、ね、熱帯クラブさんで作られてるフードで育てられてる。じゃあまあお迎えしてからもね、その餌を飼い続ければまあ、もちろん餌付いてくれてるというか。そうですね。餌もあげやすいですね。そうですね。でこの子たちはいつ頃からもう販売され始めるんですか。ゴールデンウィークぐらいの時に店頭デビューで、避妊去勢をした後にお渡しになるので、実際お客様のお手元にお家に行けるのは生後3ヶ月ぐらい、ですからちょうどあと1ヶ月ちょっとぐらいかな。ああそうなんですね。ですけどこの赤ちゃんの状態でゴルフがいいとかっていうのをね、決められるっていうのはやっぱりこのファーム直っていうならではですよね。あ、この赤ちゃんの時の姿を見れるっていうのがもう、そうですね、ネッタクラブさんならではって感じですよね。はい、じゃあゴールデンウィークぐらいにお店に行けばこういう子たちが見れるかもしれない。そうですね。非常に貴重な機会ですね。はい、また今海外から輸入のレギュレーションが変わったので、大体生後3ヶ月ぐらいの大きい子が輸入する、されるようになったのでね、こういう小さい赤ちゃんを見るっていうのはもう今となってはこのファーム直ならではですね。ああそうなんですね。柔らか、なんか赤ちゃんだとより毛もなんか柔らかい感じ。そうですね、まだ柔らかいですよね。めちゃめちゃ可愛いですね。っていう感じで今回はね、こちら熱帯クラブさんでフェレットの繁殖に成功されて、これからね販売が始まるということで、フェレットの赤ちゃんを見させていただきました。お店でねこうやってフェレットの繁殖をされて販売されてるっていうのはもう日本初ということなんで、こんな大きさのね可愛いフェレットちゃんを見ることができるのはネットクラブさんとフェレットワールドさん、だけになりますので、ぜひ皆さんこの機会に見に行ってみてはいかがでしょうか。という感じで今回の動画はこれで終わりです。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。